お疲れチャンスラです。今日はですね、マグサク12日目やっていきます。というわけでですね、現在4600から、今日もね、負けずにやっていこうと思うんですけど、ちょっと前回ね、このアリーナが上がらなくて、お金もなくて、やばい詰んだっていう状況があって、コメント欄でちょっといろいろ意見があって、ちょっと助けてもらいました。はい、神プランが見つかりました。こちら、ホグの貯金箱。ホグの貯金箱があります。集めたゴールドがお金になってね、ゴールドになってもらえるというわけで、これ課金すれば75,000ゴールド手に入るわけですよ。こうするとちょっとユニレベルも上げれて、ちょっと次進めるんじゃねえかっていうので、ちょっとこれはセールと扱っていいでしょう。はい。今までなかったし、てか気づかなかった。本枠ゴールド余りすぎてて、こんなの見なかったんで、ちょっとこれ課金して進んでいこうと思います。マジでだからコメントほんと助かってます。あざます。というわけで、一旦金が手に入った。で、こっから、のプランなんですけども、ウルトラレアのフェニックスをちょっと強化しちゃいます。で、フェニックスを強化して、避難所を使ってあげて、そうすると、このパスも全部回収できるんですよ。うんぐるーんって回収できて一気に強くなれるんで、多分ね、めちゃんこ強くなります。しかも、これボムとか使ってるよな。ボムタワーセール来てるんで、一応買っとく。お金ないけど。さあ、というわけで、フェニックスあげちゃいます。避難所ね。秘伝書か。使います。いきます。うわぁ、この本マジで。あと20冊ぐらいくんねえか、俺に。さあ、で、これ魔法のコイン使うかどうかなんですけど、魔法のコインってなかなか手に入んないのかな。さあ、魔法のコインちょっと価値高くて、あんま手に入んないっぽいんで、温存してきます。レベル14にするときに使おうかなと。フェニックス13化け物鳥が生まれた。さあ、これによって、タワレベはまだ上がんないんだけど、こっちがね、はい、進みます。パス。これやべえぞ。一気にレベル上がります。この辺も受け取りまくって、もうここ長いんでね、もうカットしちゃう。今がこれです。いきます。さあ、というわけでこちらね、めちゃんこレベルが上がりまして、やばい。上がりすぎてる。強くなりすぎてる。いいのか、これでと。いう状況なんですけど、強くなって損はないので、ここでゴブリンバレル来るとマジ天国。今日完走いけます。出ないよと。オルフェイか大当たりやん。さあ輸入ちょっと嬉しい。そんでまだ事件が続いてまして、こちら26に上がったんですけども、それでもアリーナが上がんないので、まだレベルを上げなきゃいけないで、まだゴールドがもう足んない。これはもうフェニックスを完走させるしかない。秘伝書使って、もう完走させて、魔法のコインでか。完走できるんで、それで経験値をいっぱいもらって、ターレバ上げる作戦。ちょっとパスもね、魔法のコインで行き詰まってるんで、もう使うしかないですね。本当に。もう道がこれしか残ってないわ、俺には。というわけで、フェニックスも完走させちゃいまーす。やっべー。でもレベル上げるためだからな、仕方ない。さあ、でお金ないのを魔法のコイン。幸せ浴びてる。さあ、でかすぎ。で、これででもこれでもさ、レベル上がんないのやばいじゃん。いやマジアンバランスすぎる。レベル9から14すげえデッキだ。さあ、でここで受け取れるんで、こっからまた変わりますね。いや、でかい。でかすぎ。さあ、受け取れるだけ受け取って、ここもね、ちょっと、上げちゃいましょう。やばい、ゴブリン。ちょっと待って、やばい、ゴブリンバレルこれ、上げる金がない。わあ、33ゴールド使うのか。ゴールド、エメラルド。もったいないな。いや、魔法のコイン使うのももったいない。乾燥するときに使うんで。うわ、やばい。金がね、金がいる。前目も課金で手に入れた夢なんで、ちょっと使っちゃいます。今日試合できねえわ。あげなきゃね。さあ、ゴブリンバレル。これで、アリーナが上がらない。上がった。でかいでかいでかい。さあ、上がった。よかった。アリーナが上がったって、これが上がったことによって、アリーナ上がった。4600来た。いや、この、無理やりレベルを上げていくね。ゲームになってきてる。さあ、宝箱も解放していって、よしよしよし。やっと試合できるわ。そんで、ゴブリンバレルはね、強化の指南書、これ、使っとくか。どうせバレルに使うのは確定してるんで、ちょっと出し惜しみとかやめて、今日は、贅沢に行こうぜ。レッツパーティー。どうせアリーナのね、レベルがどうとかって言ってあげないといけなくなっちゃうんだよね。うわー、ゴリラのエグすぎー。やば。というわけでね、めっちゃ強くなりました。これ負けねえぞ、もう。フェニックスバレルカースしてっかんな、俺。いや、でも待って、これ、タワレベが上がったことによって、相手13レベとかが当たり前に出てくるんだ。ガチで偏りすぎかな。うわ、レベル14化け物で、これ。やべえぞ、これ。レベル14ですよ。舐めてもらっちゃ困る。あー、ボムタワーは弱いな。さすがに困るぞ。あ、これウォールブレーカーギリタワー届くな。よかった。フェニックスー！いやー、この鳥やべえ。やべえ、これ。感想？メガナイトレベル10なのマジでやばいな。これさ、メガナイトである意味ある？いや、こっち、感想だけ出していこうぜ。いや、レベル3ってか、レベル13の今までだったら、やばい、レベル13かとか言ってたんですけど、レベル13ちょろって感じ。ちょろすぎワロタっていう。いや、でもちょっと偏りすぎ。いや、卵強すぎ。これスケート部隊来るよ。吹き矢だったけど、吹き矢でもいい。はい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 。はいはい。いや、気持ちよくなんな、これ。これマジでやべえな。こんなアンバランスなことある。いや、でも、フェニックスは本当に強いから。強くしといて何も問題ない。他弱いんでね。よしよしよし。他はマジで適当に高回転で回させる役。うわー、やべえ。これでも上までいけんな。でもだいぶ使っちもうたっすね、今回。負ける未来が全然見えなくなってきた。でこんな端前目がないってことはしちゃう。なぜならフェニックス強いから。うえい、格上のボールが気持ちいいぜ。完成かつ。だいぶ偏っちゃったけどね。もうこれ仕方ないですね。アリーナが上がんないのはマジで大問題なんで、トロフィー5ずつ上がる負け作やっしょ。ね、1時間やってどんだけ上がんだっていう。全然トロ増えねえぞ。いやー、これ気持ちいい。次のアリーナが5000で、まあアーガネクとか解放なんですけど、まあなんとかなりそうだな。まあでもこのデッキでやばいのはメガナイトが弱いんで、そのメガナイトが普通に突破された時が怖い。まあフェニックスで頑張るか。あとは単純にウッドで終わるんで、バレルって。あ、そう。あ、終わりません。誰、ウッドで解けるみたいな、そんなこと言ってたやつ。俺のバレルはウッドで、やべえ、ウッドで壊れないんですよね。壊れない。処理されない。これよ、時代は。ウッドを耐えるゴブリンバレル。新時代。いやー、しかもボムタワーを無視するメガナイト。なんか都合ええな、俺。さっきからめちゃくちゃ都合ええこと起きてるけど大丈夫？後からなんかある感じ？よいしょ。さあ、ウッドも耐えるからね、これ。強すぎるだろ。やば。まだマジメガナイトをご利用された時にちょっと怖いな。メガナイトのレベル上げたいな。てか正直バレルとフェニックス入れとけばこのデッキ強いんで、ぶっちゃけ今は偏ってるからこそよ。偏ってるからこそデッキチェンジ可能です。正直メガナイトの代わり別にラムとかユーノとかその辺もあんま枚数も変わんないし、いやマジでデッキ変更あるぞ。てか何でもいけるぞ。バレルフェニックスを入れるっていうちょっとまあ安定はしないっていうか、なんか変な組み合わせなんですけど、いや強い。バレルとフェニックスさえ入れとけばあと何でもいいです。ちょっとヤナメもまあ固定できるなら固定したい正直。さあフェニーが強い。やべえ、これ本物の不死鳥になっちまうよ、これ。ね。誰が対処できるんだ、これ。さあ、グッドで耐えますよ。やばウッドで耐える5弁バレルって見たことないんだよな。初めて見た気がする。さあ、射抜かれてもいいやつですよ。心が広いからね。マジアチャの射抜きなら許してあげるよ、僕。なんてだって心が広いからね。はい。クラロ破壊してるわ、今。これだってマッチングした瞬間さ、まあアーチャーとかさ、ボムタワーとか出したら、あ、こいつレベルちょっと低いじゃんみたいな。全員騙せる。バレル飛んできた何レベやろみたいな感じで、普通にウッドとか転がすとね、死なない。レベル14サプライズです。このサプライズバレル嬉しいだろうな。スケとか出してね、レベル9だよってアピールして、バレル14、これ傷が、レベル9、はい。あー、この子レベル9なんだって今なってるところを、さあ、バレル来た。まあ、無視でもいいかな、みたいな。サプライズ、レベル14。レベル14ドッキリ。これで負けたらどうしよう。笑えん。いやー、サンドイッチ。ちょっと痛いよな。まあ痛いがインドラ、いいインドラだね。さあオルベが入る。いやマジデッキ変更見えてくるな。コメント欄お願いします。マジコメント欄任せな配信者になっちゃう。何がいいだろう。バレルフェニック使うってのもちょっとむずいっすよね。おい。おー。レベルだけから何でも合いそうだけど。まあ、ラムライダー。メガナイトが安牌な気もすんだけどな。結局ね。メガナイト来るかな。でもフェニックスでメガナイト溶かせそう。やばい。このフェニで全てを破壊してほしい。インドラ、あれインドラマジでコウモリぐらいの速さで溶けていったよ。うわー、気持ちいい。あー、前回まで負けそうだったのが嘘みてえだ、これ。レベル14ってこう見るとのマジ強いね。しかもやっぱ環境トップクラスに強いフェニックスのレベル14だからね。さあここで、あー、これせっかくならメガナイトに使ってから受け取るか。いや、メガナイトを使うとはちょっとまだ決まってないから、これ後でもいいな、別に受け取るのは。もうこのデッキだいぶ完成度高い気がすんな、正直。全てに勝つプランで全てに勝てそうじゃない。さあちょっと、おー、普通に今までだったら発狂してた。でも今の俺は全然怖くないよ。いや、メガナイト10ちょっと心細いけど、これグッドゲームやね、お兄さん。おい、ザップなんかで溶けてたまるか。レベル14だ。なんかごめん、本気でごめん。バレルが強くてごめん。フェニックスもいるけどね。これさ、ちょっとどんぐれ溶けんだろう。なんか微妙か。いやー、ウォールブレイカーワンチャンいらなかったな。鳥の餌ですエリババが。あんな悲しいエリババあんま見ないよ。わあ、やばすぎ、気持ちよすぎ。これどこまでいける。なんか負けない気がしてきたな。5000でビクビクしてたのにいけるかどうかっつってたね。さあボムを置いて、こういうのもしっかり防衛していく。でフェニックスで溶かすことができる。レベル12。いや痛い。痛い。普通にレベル12あれっすね。なんか俺がレベル14でさね、舐めてるけど、12ってめっちゃ高いっす。タワーレベ10だかんな。だいぶダメージ入っちゃったっすね。あんま気抜かずにね、この辺が上がってない分上がってるだけなんで。エリババいた。ちょっとメガナイトあげるか。いやマジフェニックス、フェニックスお前は最強の鳥になれる。さあ鳥の餌タイム。いやレベル14のミリノコリが強すぎる。いやダメだ。もう攻めカードがフェニックス。はいはいはい。やばすぎる。普段の試合勝てなくなりそう。あれなんかフェニックスやられるの早くね。ゴブリンモレルって売っとる時だっけ。バグっちまう。さあ圧倒的無双タイムが来てます。いってらっしゃい。いやーでかい。今んとこまだなりすましてますから、その辺の住人にめっちゃセパしてくるなーって相手も思ってる。しかもこれバレルマジレベルわかんないのやばいな。これ樽にさレベル映ってたらいいのも。さあ吹き矢10許容して8枚メガナイトからの終わりそうじゃない。8枚メガナイトいかなくていいか。一回冷静になります。いやだフェニックス強いからな。なんかあのネクロだけでいかれるのもったいないよな。惜しいね。たどり着くまでいける。さあここは冷静に対応して柳雨でアーチャーが耐える。ああこれ終わったっすね。マジユニレベ高すぎてごめん。全てのターゲットを取ってるメガナイトだ。ああやべえ。おいやべえことやった。なんかやっちゃいけんことやっちゃった気がすんな。これ上げすぎちゃったレベル。さあちょっとセールが来てるか見てきたらちょうどあったよ。レベルとかかける10倍だ。えしかもトークン4つ。えウルトラのさあれ5枚もらえる。神じゃん。さあここに来て神セールをゲットしていく。これやばくね。悪いこと今7枚あるってことだから、まあ、正直この辺は何でもいいよ。悪いこと7枚あるよ。やばいよ。新しい世界いけそうなんだけど。普通にプリンセスとか強化してさ、なんか単純な枯渇とかもいけそうだけどね。環境で守備か。でもあとメガナイトこれあげたけど金ねえわ。じゃあボム10にできるんでポーション使います。うわレベル14になったの気持ちいいな。なんか余裕ができるっすね。気持ちに俺はまだ生きていけるんやっていうこの明日への希望ができた。幸せのバレルで、あとはまあできるだけレベル高いフェニックスとゴブリンバレルを多く出していきたいよね。キング起動します。ああこれ無理かな。一旦ここは耐えで許してください。ちょっと後ろからミニペック来てむずかったな今。ここはミニペッカーを許容したんでその分攻めます。メガゴごめん2秒 1.5 秒。強すぎてごめん。うわマジ全部鳥が。やべえ、気持ちいいな気持ちよすぎんか。いやー、でけえな。指南書、秘伝書、本。相手のレベル12とか強いのも、一旦レベル14フェニックスでなんとかできる。万能だなこいつ、フェニックス。フェニックスで戦えない相手がいないからさ、正直。あのロケはどうしようかな。柳も打ちたいんだけど。これ。キング起動します。冷静に。で、一応ここでバルーンが来ても、即フェニックスもあるんで守れます。いや、フェニックス空にも強いから、ああ、それはありがたい。これも、結局フェニックスで食えばいい。ウッドで耐え、いや、これウッドで行かれるようになると、でもまたこれ、危ないな、このデッキ。削れんやん。ってなるんですよね。いや、これうまいやつだな、なんか。プレイうまくね？これうまいっすよね、間違いなく。これロケホやれたら熱いな。いや、うまいな。このレベルあって負けたくないんだけど、マジで分かんないっす。マジでうまいな。あれもう、今日は安心安全。安心安全ぬるっと範囲5000いっちゃったよ、みたいな。そんな気分だったんだけど、そんな都合よくもいかないもんですね。許容を知っている。いや、マジ低コストで回して、フェニックス大量生産ですね。本当に。フェニックスいっぱい出すことが勝ち筋。はい。フェニックスで全部食う。いやー、やーべえ、冷静にやばい。痛い。拝められる、あれは。守り神。この国の。さあ、ちょっと怖いよね。こういうのなると。さあ、でも大丈夫。あとちょっと削りたいが、だいぶ頑張ってる相手。これ回んなくね？俺が高回転すぎて、さあ、これが強いね。このデッキの、まあ、良さではある。バレルとウォールブレイカー刺さんなかったら勝てないじゃんって感じなんですけども、まあ、ちょっと高回転なんで、相手のね、ウッドとかが回んないうちにいけると、でかいよねって話。さあ、ターレベ10っすね。多分13ぐらいまで全然当たるし、なんなら、14が来てもおかしくはない。来たら困るけど。さあ、おねんね。バレルで、ね、挨拶してみる。これ多分2300ぐらいだったら折れるんじゃね？折っちゃって。あ、寝てます。やばすぎん！正直ここまで強いとは思わなかったよ。レベル14のフェニックス。マジ。想像以上に強い。格上をね、格上の偉大さをちょっと思い知っちゃった。ウィザード来る。いや、これもなんならフェニックスが勝っちゃう。いやー、やばすぎ。てか卵が普通に起き上がれる。さすがにそれは無理か。さあ、ちょっと陸受けがねえけど、ウォールブレーカーで逃げきれないかな。レース開始。いやー、これがいいね。陸受け温存して、ダクプリ受けなくて済む。で、アーチャーで。うえ。いや、このデッキガチであるぞ。めっちゃ強え。クロス、ホグ、スケラ、ラバー、バルーン。何に負けんだろうね。まあ本当に格上。あ、こや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 ウッドとか。え、もしかして弱点こやこやみたいなことあるそういう時やだ。さすがにこやこやにも勝てそうだけど、バレルがやっぱ強い。回転速いからついてこれないやろ。いやー、囲めないんだなこれがまた。さあ、安心安全だ。これは当分負けねえ気がしてきた。ちょっとバケモンかかってこいよ。さあ、タスクのゴールドめっちゃでけえ。さあ、ペッカウィザード、まあ一応メガライトなんでペッカ系がねちょっと怖いかなみたいな。お、まさか言ってくれてる。俺のこと知ってる？よろしく。俺の数少ない手に入れたスタンプで圧かけていくよ。何も出してこないのやだな。うわー、怖え。スタンプゲットした。これちょっとうざかわいいな。まあだんだん使っていくとうざい10割になってきそう。おお、食うしかねえこれ。いやマジフェニックスやば。全部フェニックスで守る。あ、それやばい。外回ってる。まあそういうこともある。いやー、バレルが強くて申し訳ない。てか相手レベル低い。頑張ってんなこれ。ケイタくん。ちょっとバレル右に出して右攻めに走りたい。さあ、でこのウォールブレーカーがね強いんですよ。で卵も起き上がれちゃうっていう。いやー、フェニックス素敵。折れる。もういじめです、ぶっちゃけ。ここまで来ると今までのは格上格下狩りとかじゃない。そんなんじゃない。そんな可愛かったわ。今もういじめ。ソウルトラが出る。メガナイトだったら普通に嬉しいけど。あー、ウッドか。でも柳雨でいいんだよな。悩ましい。さあ、というわけで今日もなんとか生き延びましたよと。いや、てか俺強すぎ？レベル2すぎだね。ちょっとこの調子だとほんと5、6000ぐらいなら、6000、5500とかならいけちゃいそうだなって感じがしてるんですけど、マジ一つだけアリーナ上がらない現象やばいですね。お金が足んなくてレベル上げないとアリーナ上がんない。あれだけちょっと強敵だなって感じてます。はい。まあそこはちょっとやりながらね、気合で乗り越えていけたらなと思います。また次回もね、お楽しみに。では、お疲れ様でした。またね。